日本時間8月11日、日付はイカ道、パリ五輪レスリング競技の女子フリースタイル 76kg 級決勝がシャンド・マルスアリーナで行われ、日本代表の鏡優香がケネディ・ブレイズ、アメリカ、と対戦。3対1で勝利し、見事金メダルに輝いた。画像、日本女子史上初の最重量級金メダル。パリ五輪レスリング女子 76kg 級、鏡優香を特集。 昨年の世界選手権チャンピオンの鏡にとって、オリンピックは今大会が初。そのデビュー戦となった1回戦、コンタクトレンズが外れるハプニングがありながらも2対0で突破すると、2回戦は3の0準決勝も4対2で勝利し決勝の舞台へ。迎えた頂上決戦、1回戦で超大技、ベリー・トゥー・バックを決め話題となったブレイズと相見えた。 パリゴリン、レスリング競技のラストゲームとなったこの一戦。大取り、となった鏡は笑顔でマットに上がると、第一ピリオド序盤に相手のアクティビティピリオドから1ポイントを選手するも、その後場外に出され同点に。終了間際にタックルを仕掛けたが得点は奪えず、1対1で第二ピリオドへ突入した。勝負の後半、互いに一進一退の攻防が続いた中、 残り1分半にタックルから2ポイントを獲得。最後までそのリードを守り切り、日本女子レスリング界の悲願を達成した。これまでオリンピックで輝かしい実績を残してきた日本女子レスリング勢だが、最重量級において金メダルを勝ち取ることはできていなかった。偉大なる先輩たちが成し得なかった夢を実現させた鏡の名は、ボリン氏、そして日本レスリング史に永遠に刻まれ続けるだろう。 これでパリオリンピックのレスリング競技は全ての試合が終了。日本勢は6夜連続、つまり全日程で表彰台の頂点に立ち、女子は6階級全てでメダルを獲得した。メダル獲得数は金8個、銀1個、銅2個となり、1大会における金メダルの数で日本史上最多記録を更新。レスリング大国日本、黄金期の到来、と評しても何ら不思議はないほど、 充実したパリオリンピックだったと言えよう。パリ五輪レスリング競技日本勢メダリスト一覧、金メダル踏みた健一郎、男子グレコローマン 60kg 級、草加賞男子グレコローマン 77kg 級、藤波明、女子 53kg 級、桜井つぐみ、女子 57kg 級、樋口玲男子フリースタイル 57kg 級、元木桜、女子 62kg 級、 木用加工太郎、男子フリースタイル 65kg 級、鏡優香、女子 76kg 級銀メダル高谷大地、男子フリースタイル 74kg 級、銅メダル尾崎野野香、女子 68kg 級、須崎優衣、女子 50kg 級。